さあ勝てば昇格ヘモリエ。さあ今日は名将戦もできそうなんでね。そうですね、はい。まあ、こうヘボリューさんにサクッと上がってもらって名将戦取りたいなという感はありますけど、さあ先ほどやっぱ電陣がちょっと、ミスでしたね。そうですね、やはり進化度、まあ、ただあのバラオン曰く結論最終的には電陣だと。でもこのヘボリューのスタイルだったらネクロに立ち回りに勝たなきゃいけない分、はい、やっぱり灼熱が打てなくなるのは相当ですね、はい。あのさっきも真空選んでればなと思ったんですけどね、はい。まあ、こういうのもできますし、うわうまい、今のは今のは入れたかったっすね、はい、即答。まあむずいっすけどね。さあどこで勝負かけていくか。うわー、まさかの立ち台パー、はい、ナムって唱えてますよヘボリュー。合唱してました今。完全に今ナムーポイントですよ、はい。これは多分ちょっと壊れたんじゃないですか。うおーあー壊れましたね。あの黒人の滅に壊れました、壊れました、壊れましたね。で、あのこれもう撮影止めていいですかね。黒人の滅でもあんなところで打たないですけどね。さあネクラッパー、これは中盤上位手間削りに行きますね。あのままだとこれは温存した形なんでタムがいい形になった、はい。灼熱ダイヤシー、まあ、やはりこれあれですね、その灼熱ゲージ使えるのはいいんですけども、やはり新しく作るのは結構大変ですね。そうなんですね、はい、ネクロ戦はまあでもそれはもう全キャラ、はい、遠距離戦はきついってことで、壊しから決め打っても何にもない、これが強さですね。裏回りしてスネークハンド、壊しから投げて影縫いが決まって大パブレ、これはまたこうなると電陣にしとけばなという一瞬よぎるんですけど ね、 ね、ここでまたあの立ち台パンチが出てくるのか。まあ、先ほどちょっとですが、これはタム、さすがに太平とチーム組んでちょっとひどいことになってますよタム。何が起こったんですか。ちょっと大変なことが起こりました。太平の泥じゃないですかね。ということで、はい、エボリュー昇格でこれから三大進行でやっていきたいと思います。はい、はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。